中国で今治の名称が相次いで商標出願されている現状を踏まえて、その対策を強力に進めようと、海外不正商標出願対策協議会が発足し、6日、初会合が開かれました。この協議会は、今治ブランドの知名度向上に伴い、海外で今治の名称を使った商標の不正出願が見られることから、今治市が一丸となってその対策を進めようと設置されたもので、委員は今治市、今治商工会議所、地場産業振興センター、今治タオル工業組合から4人です。中国では昨年7月27日、食品会社と思われる中国の会社が中国特許庁に対し、食品や調味料、飲料など5件で今治の商標を出願。先月13日にそのうちの4件で初期審査広告がなされ、3ヶ月以内に異議を申し立てなければ商標が登録されてしまう状況にあります。この日の協議会では対応策として今治市が中心となって、今治は中国でも著名な外国の地名であると速やかに異議申し立てを提出すること、関係者で状況を共有すること、日中の政府間交渉で今治の地名が商標登録されないよう関係機関に働きかけを継続していくことなどを決めました。今治の商標はこれまでに2度、織物、タオルなどの分野で中国の特許庁に出願されていることから、今治市では中国特許庁のホームページに登録される出願リストを定期的にチェックしています。今治市内の皆様の取り組みですとか、その全国世界中の今治のファンの方にですね、育てられて今治のもうブランドの知名度がですね、すごく高まっているので、やっぱりそこを狙ってくる、そのただ乗りしようとしている人たちが、まあ、出てきているのかなというふうに思っています。皆様に育てていただいたこの今治ブランドをですね、しっかり市として守り抜いていくと、そういった決意のもとで今回の問題にもしっかり対応していきたいと思っています。協議会では異議申し立ての結果が判明次第、会合を開き情報を共有することにしています。